もこんにちは。いつも新機体で成し遂げたいオンドレアスです。さーて今週の新機体は？このゴテゴテしたのは何なの？重くなる。はい、今週の新機体は機動戦士ガンダムダブルゼータからフルアーマーダブルゼータガンダムが登場。7ステップ目でフルアーマーダブルゼータガンダム、そして新規カスタムパーツ。装甲複合材タイプ A が手に入るステップアップを分回し、フルアーマーダブルゼータガンダムは700コストの支援機となっておりますね。新パーツは回収すると強くなる系ですね。機体チェーク。本機は分離、変形機構の採用による弊害でドッキング部位の接合部、特にボディ部分が構造的に脆弱であるという問題を抱えていたダブルゼータガンダムの前身に装甲を追加し、内部が中空となった多重空間装甲には武装やプロペラントタンクを内蔵している。加えて機体そのものにも改装を行い、結果として非常に高い機動性を発揮できる機体。ちなみに全部一緒じゃないですかって感じの。4種のダブルゼータ系列機体はよく見ると結構違いがありますね。武装チェーク。武装はダブルビームライフル、ハイパービームサーベル、ダブルバルカン、ダブルキャノン。背部ミサイルランチャー、肩部ミサイル少尉、頭部ハイメガキャノン、腹部ハイメガキャノン。ダブルビームライフル、即よろけのヒート式射撃。チャージは不可となっており、スダブルゼータのものと違いよろけ値低め。ハイパービームサーベル、ダッシュ格闘及び格闘連撃が可能。横格闘は 85%、下格闘は 160% と補正が高く、連撃補正も 70% と強連撃。ダブルバルカン、20発で蓄積よろけ、高コストらしい高性能バルカン。ダブルキャノン、静止射撃の即よろけ、よろけ継続射撃なんかに割と便利。背部ミサイルランチャー、スラスター射撃ができる兵装。主にスラスターを付加してポジションチェンジする際にばらまく兵装。肩部ミサイル少尉、こちらもスラスター射撃が可能となっており、一発でも当たれば燃焼効果が入り、固定ダメージ255回、長い時間と結構なダメージを与えるデバフ。頭部ハイメガキャノン、静止チャージではあるものの、チャージ時間が 6.5 秒と短め、強よろけ射撃の貫通効果付き、威力1906段となっており、フルヒット威力は11400。腹部ハイメガキャノン、こちらはチャージしながらの移動が可能。高い威力と強よろけ効果を持ちますが、チャージが7秒なためあらかじめの準備が必要。本機はスキル連動射撃によって、1機体につき1度の時間制限付きで頭部ハイメガキャノンの性能が変化。こちらはタッチパッドを置くことで発動、頭部ハイメガキャノンとダブルキャノンを同時に射撃する感じですが、頭部ハイメガキャノン、ダブルキャノンがそれぞれヒート中でも使用可能。全くの別物武装が頭部ハイメガキャノンの枠に出てくるって感じですね。フルヒットで威力4500、爆風ありの強よろけ射撃となっており、制限時間の30秒で無理せず3射は放つことが可能。時間切れで頭部ハイメガが90秒のクールタイムに。カウンターは連続格闘、威力3000、追撃可能時間 2.9 秒。また、対 HP が 50% を切ることでカウンターが特殊カウンターに変化。威力3500、追撃可能時間は 2.5 秒。それでは実戦の方行ってみましょう。なんだこのステージは。はい、今週から実装された新マップ、マスドライバー施設でございますね。A チームと B チームで非対称のマップとなっており、中央にはザンジバルとかシードで打ち上げてたような発射台。このステージこんな感じで4、5、6番機が左側出撃なため、足の遅い支援機が4、5、6番機だとちょっと危ないですね。私も今絶賛噛みつかれそうです。というのもオブジェクトがいちいちでかいため、こんな感じで半時計回りぐるぐるになりがち。軍事基地などと違い、ビルや高台をジャンプや変形で越えられないことも、ぐるぐるする感じに拍車かけてる気がしますね。敵は一部の機体がぐるぐるをやめたようですが、当然枚数振りでボコされてますね。まあこの辺は実装初日なので何が正解かは謎。もうちょっと煮詰まってきたら、逃げれる射撃機体がぐるぐるせずにクロス組んできたりするんじゃないでしょうか。
それにしてもど真ん中にマスドライバーが走ってるステージ、ガンダムオンラインのキャリフォルニアベースを思い出しますね。今、ディジェニ即よロケ射撃を打ち込まれたのですが無視しました。本気はスキル対ビームコーティングレベル2によって、ビーム属性のダメージを 30% カット、加えてリアクションを軽減するため、通常のビームライフルなどではよろけないんですねー。ただしそれも機体 HP が 50% を切るまでの話。機体 HP が 50% を切ると、ダメージ及びリアクション軽減がなくなり、むしろ対ビーム補正が 50% 減少してビーム弱々な走行に。デルタガンダムのビームコーティングはレベル1なため、HP が 50% を切ると、対ビームが0になるので、それに比べれば全然いいですね。基本的にはトットと強よろけの腹部メガ粒子砲、そして連動射撃を分回し、そこからはビームライフルとダブルキャノン、2種の即よろけで追撃、隙あらば燃焼弾で余ダメを稼ぎ、舐めた敵にはハイパービームサーベルで押し置き、ここですね、こういうところで燃焼弾を放ちます。2体に当たったので鎮火されなければ固定ダメージだけで6000、これはでかいですぞ。燃焼弾のリターンがでかいので、普通のミサイルは燃焼弾がない時に使用しております。おお、最高のタイミングでバイオセンサー J が発動しました。これがバイオセンサー発動中の破壊力、おそらく超合金であろうドライセンも焼く時にします。対 HP が 50% を切ると発動する本気のバイオセンサーは、機動力と格闘攻撃力、格闘判定が上昇し、蓄積によるよろけの発生を軽減。また、ダッシュ中によろけ射撃を緩和するマニューバーアーマーや、格闘中によろけ射撃を緩和する攻撃姿勢制御が付与され、さらに格闘中は非ダメージを軽減。もともとツバゼリアや弾き合いを高速キャンセルできるパワーアクセラレーターレベルにも保有しており、バイオセンサー発動後はこいつ本当に支援かって感じの機体に。はい、天国から見た新マップはこんな感じです。さてこの機体、てんこ盛り前線スキルに加え、ダメージを受けながら緊急回避を行うレジストムーブも保有。運営的にもガンガン格闘をフル支援機という想定で実装されたんじゃないかと思いますね。私も機体 HP が 50% を切るまでは射撃中心、機体 HP が 50% を切ったら、強気に格闘を振りに行く運用で戦っております。そんな感じですので、攻撃補正をパーツでガン積みする感じではなく、防御力やスラスター量を主に今回はパーツで持っておりますね。格闘能力が高いと入っても支援機、孤立して強襲機に絡まれたら瞬殺されるので、しっかり味方と離れすぎないように戦闘しております。特にバイオセンサーが発動していない時の本気の足回りはひどいため、足で捌く、というのはなかなか困難。早め早めの危険察知が必要になりますね。普通の支援機の感じで扱うと火力が足りないと思いますし、かといって迂闊に前に出ると瞬溶け、難易度は結構高めに感じますね。ちなみにこの中央の巨大なアミメスケスケのオブジェクト、ちゃんと柱が通っていないところは射線が通るのですが、なんかいい感じに邪魔な位置に柱が通っているため、射線は一応通るけど通りづらいですね。腹部メガ粒子砲をさっさと放ちました。であればお次は、連動射撃を発動させます。特にバイオセンサー発動して格闘ブンブン丸になると、より使用する頻度が減ると思うので、とっとと放つのがいいかと思いますね。この SE である。はい、というように本気の射撃は気持ちいい感じの音が出ますね。さて、バトーペは本日から秋祭りが開催。無料抽選配給が実施されたり、期間限定任務でデザートじゃないよ、ザクがもらえたりしますね。さらにホビーハイザックが付いたスペシャルパックも発売。こちらの機体は最近福岡のガンダムサイド F でガンプラが発売され、注目を浴びていた機体ですね。あ、ミスった。こういう場面こそ燃焼弾じゃなくて普通のミサイルが良かった感ありけり。さて、ここで本気の機体性能を見てみましょう。機体 HP は平均値を2000下回り、防御補正合計値も平均値を17も下回りますね。ダメージカットの干渉剤もハイブオプションの 15%? 胸部走行の 10% のみ、ビームコーティングありきの耐久性といった感じがしますが、対面的には格闘なら関係なく撃滅可能。また、ビームコーティングが切れれば半端ない脆さがあらわに、
そんな状態から攻撃性能は格闘ゴリラになるという、非常にピーキーな性能しておりますな。攻撃補正は射撃寄りで平均値と全く同じ数値。機動力は、なかなかすごいことになっております。この足回りで格闘戦は結構しんどいですね。こちらもバイオセンサー発動ありきの性能と言えるんじゃないでしょうか。特にスラスター量が尋常じゃなく低いのがなんとも辛いところ。お互いのチームが拠点爆破を仕掛けている状況。このコストは撃破ポイントがめちゃでかいですからね。かなりリードしているものの爆破通さないとちょっと怖いかも。怒りのバイオセンサーが発動しましたが、さすがに多勢に無勢かもしれへん。あ、そうだった。ビームこ剥がれてるから普通にビームでよろけるんだった。ここは足を止めずに動くべきでした。そういえば先日、電子レンジ2台同時使用による停電からのパソコンクラッシュしたわけですが、おかげさまで修理完了しました。停電がそこまで PC に負荷を与えるとは知りませんでした。皆さんも気をつけなはれや、かなり横ずらし連動射撃。かなりずらしましたが判定が大きいのでちょうどいい塩梅。ラストミサイル連弾。フルアーマーダブルゼータガンダムでした。ドハマりした時は強そうですが、初動の鈍速半端ないのでステージ選びは慎重に。それでは今回はこの辺でー。